普通に地震のやつらにも感じてるよ。さて、地上に調子を上げてきたトーレス、5回、ワンアウト2塁とされます。しかしここは新井を145キロのストレートで三振。ここまで2アウトのブラゼル、3球三振。トーレスはデビュー戦を6回まで投げて2失点としました。さて、前の5回を3人で終えたスタンリッチ、6回、フォアボールとヒットでワンアウト1塁2塁とされ、亀井、先ほどはタイムリーを浴びています。ここはきっちりと変化球で三振。後続も打ち取り、勝ち越しを許しません。依然2対2のスコアです。そして継投に入る阪神、7回はこの当たり、平野、通りました。この好プレーが伝統の一戦に花を添えます。さあ、どうなってくるんでしょう。7回の裏です。この回は代打、新井亮太、昨日のヒーロー、2人目の宇都宮がこの回から登板。やはりヒーロー、何かあるんでしょうか。ノーアウト1塁です。マートンのヒットで1塁2塁となります。バッターはここで平野、当然送りバントも予想されましたが、うまい、絶妙だ。2塁3塁ワンアウト。平野、いい仕事をしました。ここで3番の鳥谷、初球をレフトへ打ち上げます。この距離ですが犠牲フライになりました。3対2阪神がここで勝ち越します。この後4番新井もフォアボールを選びます。球場また賑やかになってきました。1塁3塁です。2アウト、バッターはブラデル、仕上げました。高々と初球打ち、マキア2塁手、どうだ、おっと、落としたか、取ったか、芝生をね、際どいか。このプレーですが判定はアウトです。前見監督も当然抗議、しかし協議もなく、アウトのまま試合は進行、阪神1点止まりです。8回から3人目の久保田が登板します。先頭は小笠原、鈍い当たり、ショート。